ようこそドールスタジオ専公式チャンネル、スタッフのしぎです。7月に入り気温も上がり暑くなってきましたね。オンラインショップでも水着特集だったり浴衣特集が始まり、まさに夏本番っていう感じですね。ちなみに特集の方はもうチェックしていただけましたでしょうか。本日はそんな夏服だったり、これからの季節に着れるお洋服を探したり、ディーラーさんの可愛いお洋服を探したりできる7月開催のドールイベントについてお話していきたいと思います。それでは早速イベント情報を見ていきましょう。今回開催されるイベントはこちら、東京アイドールボリューム65になります。開催日は2022年7月の24日日曜日になります。開催時間は11時から16時までとなります。会場は東京流通センター、通称 TRC になります。東京アイドールはアイドールの中でも一番ディーラーさんも多く、丸1日かけて見ても足りないぐらいのボリュームになっております。さらに会場にはこんな感じでコンビニやご飯を食べるところも入っているので、食料等を持ってこなくても現地調達ができ、会場だけで丸1日過ごせて便利です。続いてその会場となる東京流通センターまでの行き方を見てみましょう。まず東京以外にお住まいのオーナー様は新幹線やバス等で東京まで来ます。関西方面から新幹線で来る場合は東京駅ではなくて品川駅で新幹線を下車した方が、その後の浜松町まで最短で行けます。関西方面からの新幹線だと東京駅よりも品川駅の方が手前になるので時間短縮になります。東京および品川やその他都内のどの駅で下車するかはお使いの交通機関でご判断ください。東京品川に着いたらそこから山手線等で JR 浜松町まで行きます。 JR 浜松町までは山手線以外にも京浜東北線やその他地下鉄等でも行けます。浜松町に着いたら東京モノレールへと乗り換えます。東京モノレールへの乗り換えですが、こちらの動画のように浜松町の駅を出なくても駅内で連結しておりますので、山手線等で JR 浜松町まで到着したらそのまま東京モノレール乗り換えの改札を通りましょう。東京モノレールに乗ると3駅、約10分ほどで流通センター駅に到着します。流通センター駅で電車を降りて改札を抜けると目の前にすぐに東京流通センターがあります。会場に着くと出店者さんや来場者さんがどちらに向かったらいいか分かりやすく看板が出ておりますので、看板の指示に従いましょう。
こちらは以前に出店をしたイベントの様子になります。千のブースの目印はこの千と書かれた看板になっております。会場では現金だけでなく PayPay もご使用いただくことが可能となっております。持ち合わせが足りないとなってもご安心ください。千のブースでは本当に多種多様なお洋服の取り扱いがございます。カジュアル服だけではなくドレスや着物等も取り扱っております。それだけではなく各種サイズの靴等もたくさん取り扱っております。千のブースでお洋服を購入したらそのままそのお洋服に合う靴をセットアップしてみるのも楽しいかもしれません。一度にこれだけの量のドール用品が見れるチャンスは少ないのでぜひ遊びにいらしてください。本日は東京アイドールについて解説してみました。皆さんご予定は大丈夫そうですか？東京アイドールは会場が東京流通センターということで都内からもそれほど離れていないのでアイドールの閉園後に都内まで出て遊んだり都内に出てお友達のディーラーさんとご飯を食べたり秋葉原まで行ってドール店を巡ってみたり東京で丸一日遊べます。熱中症対策感染予防対策をして丸一日楽しんじゃいましょう。なおその他のイベントに関しましてはこの動画の概要欄に年間イベントカレンダーが貼ってありますのでそちらでご確認ください。それでは本日もご視聴いただきましてありがとうございました。千公式チャンネルでドールライフをもっと便利にもっと楽しく、スタッフのしぎでした。東京アイドールの会場でたくさんのお洋服たちと一緒に皆様のお越しをお待ちしております。バイバイ。特集もチェックしてみてください。